お待たせしました。これより福島第一原子力発電所に関する規定令の記者会見を行います。本日は八木の方よりご報告を申し上げます。皆さんこんばんは。本日の会見を始めさせていただきます。いつもの通り、資料に沿ってご説明をいたします。まず福島第一原子力発電所の状況について日報です。下線部の部分が新規の事項になります。鍵括弧の2つ目サブドレーン他水処理施設の状況です。一次貯水タンク J ですが昨日排水を実施しております。9月13日午前11時22分から午後4時23分までかかっております。排水量は746立方メートルです。一次貯水タンクの K ですけれども本日排水を実施しております。10時11分から排水を開始しております。排水終了時刻並びに排水量につきましてはまた明日日報でお知らせをいたします。一次貯水タンクの L ですけれども運用目標値を満足しているということを確認しております。明日9月15日排水を実施する予定でございます。日報につきましては以上でございます。続きまして建屋の地下水ドレイン送料地下水流入量等の推移です。上のトレンドをご覧ください。先週に比べまして若干増加しているという状況でございます。表の下にデジタル値を記載しております。建屋の地下水雨水等流入量につきましては158立方メートルパー日地下水ドレインウェルからの建屋の送料につきましては7立方メートルパー日2つ合計しまして今週165立方メートルパー日という結果でございます。降水量につきましては22ミリメートルパー週ということでございます。こちらの資料につきましては以上でございます。続きまして福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵および処理の状況について第468号です。2ページめくっていただきまして添付資料の1をご覧ください。左側原子炉建屋の下に各プラントの貯蔵量を記載しております。今週は各プラントとも微増微減といった状況でございます。その隣プロセス右ドレンですね。プロセス中建屋の保温焼却炉建屋についても記載しております。プロセス中建屋につきましては790立方メートルの減ということでございます。保温焼却炉建屋につきましては若干増えて20立方メートルの増です。処理量です。3410立方メートルを処理しております。すべて第二セシウム吸着装置で処理をしております。使用済みベッセル廃棄物の発生量ですけれども使用済みベッセルが4基増になっております。いずれも保管容器でございます。それから排水ラッジ、プラス1になっております。計器の誤差で、プラス1ということでございます。実態としては増減ございません。右上の表水の種別ごとの貯蔵量をご覧ください。上から4つ目処理水ですが今週は1748立方メートルを処理しております。増加をしているという状況でございます。下から2つ目の処理水括弧再利用こちらにつきましては今週は変化なしということでございます。次のページをご覧ください。右側の表水の種別ごとの貯蔵量ですが、
処理水の貯蔵容量、今週に比べまして、来週2700立方メートル増加する予定でございます。こちらの資料につきましては以上でございます。続きまして、サブドレイン、地下水ドレイン、浄化水、排水前の分析結果です。一次貯水タンクの L になります。東京電力、それから東北緑化環境保全株式会社のデータを記載しております。トリチウム以外につきましては、検出限界未満もしくは検出なしという状況です。トリチウムは東京電力930ベクレルパーリットル、東北緑化環境保全株式会社が1000ベクレルパーリットルという結果でございます。裏面をご覧ください。サブドレイン、地下水ドレイン、集水タンクの分析結果です。集水タンクのナンバー3番になります。分析結果につきましてはご覧の通りでございます。こちらの資料につきましては以上でございます。続きまして、実施計画の一部補正を2件、申請させていただいてます。1つ目、福島第一原子力発電所の規則改正に伴う変更です。もう1つが2号機原子炉格納容器内部の詳細調査ということでございます。2ページをめくってください。別紙の3分の1の白丸のところに補正の理由を記載をしております。関連法令の改正に伴う変更ということで、こちら6月2020年、今年の6月29日に申請を出させていただいております。その際にですね、内容を検討内容を反映しきれなかった分の、補正申請、それから記載の適正化ということで、補正を出させていただいているものです。対象箇所につきましては、目次の以下に記載をしております。2つ目の2号機原子炉格納容器内部の詳細調査ですけど、一番後ろのページをご覧ください。別紙の1分の1になります。こちらはですね、作業の計画、それから環境影響評価の見直しを実施しております。これに関する補正を行っているというものです。具体的な場所につきましては、添付資料の7ということになります。あと本文につきましても、記載の一部記載の適正化ということを実施をしております。こちらの資料につきましては以上でございます。続きまして、福島第一原子力発電所、当社ホームページにおける1号機原子炉格納容器ガス管理設備気体上放射性物質濃度超半減機器ガスの動きについて続報という資料でございます。こちらにつきましては、先週の会見でご報告をさせていただいております。1号機の格納容器ガス管理設備気体上放射性物質の濃度の値が間違っていたというものでございます。9月5日に当直長が運転日誌を確認していたところ、当該のガスの指示が 0.00E+00 というふうになっているということに気がつきました。こちらはですね、当直長は指示不良ではないかということで確認を指示しているということです。で、この指示不良の調査から、本来これが
検出限界未満 ND となっていなければいけないということが分かっております。でこの間違いを受けまして、プラントデータにつきまして、まずは本年1月1日以降のデータを確認しましたところ、検出限界未満と記載すべきところ87箇所につきまして、運転士上の指示値がシステムから出力されている指示がそのまま入力されているということを確認しております。で、その後ですね、データが残っている2015年1月16日まで遡りまして確認をしましたところ、当社のホームページ掲載箇所で新たに83箇所の同様の誤記を確認をしております。誤記が発生した原因でございますけれども、1号機につきましてはシステムから自動で運転日誌にシステムから出力されるデータが入力される仕組みになっています。一方でこの出力された値が ND 値か否かということにつきましては運転員が ND 値を確認して出力されてくるデータと比較をして ND 値より低い値であれば ND というふうに書き換えると、こういう作業をしておりました。この作業につきまして実施方法のガイド、これに明文化をしていなかったということ、それからですね2号機3号機につきましてこれ自動で入力をされず運転員が手で引用を行っているということで、1号機とこの入力保護を行っているということもあって誤った認識を招きやすいという状況にあったことが原因と推定しております。これ以外の運転日誌のデータについては誤記がないということを確認をしております。今ご説明をさせていただいた自動で入力される指示値と ND 値を比較する手順ということにつきましては9月11日所内に周知を実施しております。またガイドにつきましては今後見直してまいるようとしております。ホームページにつきましても準備が整い次第速やかに訂正をしてまいる予定でございます。本日ご用意いたしました資料以上になります。また会場ではですね本日監視評価検討会が実施されておりますので、当該の資料につきましてもご参考に配布をさせていただいております。はい、それでは会場の方ご質問をお受けしたいと思います。はい、それではご質問の方をお受けします。ご質問のある方は挙手いただきまして質問台の方へお進みいただけますでしょうか。はい、ご質問ある方はどうぞ。はい、じゃあ岡田さんどうぞ。すいません、東洋経済振興社の岡田ですけれども、今日は監視評価検討会があったわけなんですけれども、廃炉推進カンパニーの組織改編後の状況ということで松本さんの方からですね組織改編による、成果というか、効果というのが非常にこういい形で出ているというお話があった、直後にですね福島第一の規制事務所の所長から7月8月の2ヶ月に限っても非常にその重大なトラブルが相次いで起きているという指摘があったと。この組織改編による
よってそのいろいろさまざまな効果が出ている一方でトラブルの事象が非常に多く発生しているというのはこれどう考えたらよろしいんでしょうか。組織改編につきましては本日おのも申し上げておりましたいくつか目的があって実施をしております。まあ、一つはそのもともとプロジェクトという形で仕事をしていましたけれどもそれが組織としてはそのような形になっていなかったということで組織と仕事のやり方というものを整合させるということが一つでございます。もう一つはやっぱり現場重視ということで現場に要員を送り込むということでより密着した形で仕事ができるようにということです。でもう大きくはもう一つその安全品質室というのを設置してさらに仕事の品質を高めていくという体制を整えるということになります。小林所長からご指摘をいただいている不適合これは誠に我々の管理の行き届かなさというものを表しているものだというふうに思います。松本も申し上げておりましたけれどもルールはあるただそのルールが現場でちゃんと守られているのかどのような形で実行されているのか作業が実行されているのかそういったところへの関与がまだまだ不足しているということだと思っております。資料の中にもマネジメントオブザベーションという言葉がございました。だんだん行けるように現場に管理職が行けるようになってきているというデータも出ておりましたけれどもやはりまだ足りてない、それは回数という意味もそれから見方という意味でも足りてないということがまだまだあるのではないかというふうに思っています。まあ、いずれにしてもですね決められたルールこれをしっかり守っていけるようにもちろん周知はするとしてもですね現場での状況をよく確認する書類のチェックをよく実施するといったことを積み重ねていくことが大切であろうというふうに考えております。はい、それでその7月8月に、まあ、その不適合ももちろんその内容は様々かと思うんですけれども実際に例えば大型機器のメンテナンス建屋内におけるその休憩所サーベイの未実施の例というのを引き合いに出されたりあと月マッサージタンク補給時 の、一時系のポンプの停止の件も確か指摘されていたかと思うんですけどこれは本来ですとこの新しい組織図の中でそのどこの部署のどういった人どこの部署がきちんとチェックしてなきゃいけなかったってことになるんでしょうか。まず隙間サージタンクにつきましてはこれは当直の内部の問題ということになります。本来手順書に従って操作をすべきところ手順書をよく確認していないといったことそれから体制をしっかり整えて操作すべきところ体制が整っていないということですのでこちらにつきましてはご指摘をいただいておりますけれども組織の問題組織改変の是非というよりももっと根本的な問題かというふうに思います。それから大型メンテ建屋の災害ができていないというところにつきましては大型メンテ建屋の休憩場を使用して作業をする作業が2つ2種類あってでそれぞれその作業の主管部門が異なっていたということです。でこの異なる2つの主管部門がその休憩所を使うにあたってどういうことを注意しなきゃいけないかということについてしっかり情報共有すべきところこれがまずできていなかったということそれから休憩所につきましては適時サーベイをするということになっておりましてそれが抜けている部分があったということではあるんですけれどもそのサーベイ結果につきましては放射線管理部門が内容を確認しなければいけないとこういう決まりになっております。で確認は実施していたもののタイムリーでなかったということで地震の不備があったということについて気がつくのが遅れていたということです。ですので、
大型メンテ建屋につきましては、作業に関わっていた2つのグループ、それから、サーベイ結果を管理すべき、管理する放射線管理の部門、この3部門の問題であるということでございます。まあ、じゃあこの組織改変とは全く要するに違う次元で起きているっていう、そういうことになるわけですか。どのような組織であってもですね、守るべきルールというものをしっかり守る、それから業務をするにあたってその業務が確実にやることが有効であると、まあ、放射線管理部門であればタイムリーに確認していればすぐ気がつけたかと、こういうことであるわけですけれども、確認が数日ごとこういうようなルーチンになってましたので、まあ、正常に実施がサーベイが実施されていれば特に問題ないということではあるんですけれども、もし何か今回のような問題が発生したという場合にはこれタイムに気がつくことができないということになりますので、その業務が自分たちがやっている業務がちゃんと有効に機能しているのかといったようなことを、まあ、しっかり、やっていくということが大切になります。ですので組織改変をこれしたから政府大丈夫だったダメだったということよりもさらに根本的な問題ではないかというふうに思っています。そういったことについてその横断的にチェックする部署というのはどこになるんですか。その先ほどのその例えば放射線管理の問題に関してきちんとした体制で行われているかどうかとかですね。はい、今回安全品質室とこういうのを設置をしております。で、まあ、どこまでその安全品質室が関与していくかというところにつきましては、なかなか難しいところはあるかもしれませんけれども、仮に関与するのであれば当該の安全品質室になろうかと思います。はい、分かりました。あとですね、この、すみません、あとその日本海溝津波に関してなんですけども、これに基づきますその対策というのが打ち出されたわけなんですけども、これかなり大きな工事になるようにも見えるんですけど、この資料3の例えば7ページなどを見ますと、これはそのそういったその例えば、この防潮堤の路盤になる部分とかっていうのは現状そのどういう状態になってるんですかね。このアッシュコンクリートを敷設する場所とかですね、こうスムーズにこう工事ができる状況にあるんでしょうか。多少の干渉物というものはあろうかと思います。すみません、詳細どの程度邪魔なものがあるのかというところを今資料を持っておりませんのでお答えをしかねますが、この千島海溝津波の防潮堤の設置に伴いまして、この周辺かなり片付けておりましたので、まあ、大きな障害物といったようなものはなかったかというふうに思います。この資料によりますと、この日本海溝津波についてはこの防潮堤でもっていわゆる中へ の, その越流は防げるっていう、そういうことが書いてるってことですよね。資料 の6ページをご覧ください。まあ、見づらくて申し訳ないんですけれども、この上の方のグラフのように見えるところに、大体その防潮堤の高さでどれぐらいの波高になるかということが書いております。
詳細はこれから傍聴中さんの詳細はこれからということになりますけれども、赤い点線で日本海溝津波防潮堤計画という計画だかというふうに書いてあります。すべて解析で出てきた箱を上回るように防潮堤については設置をしていくという方向で検討しております。分かりました。あと、あとちょっとよく理解できてないですけど、すみません、席の設置というのは、これは、それでも対応できない 3.11 津波への対応策ということで、その席ですとか、あと水密、まあ、席を設けるなどで緩和させるということかと思うんですけど、今回の対策と相まって どういう効果があるということなんですか、この席については。この23ページにも書いたんですけど。席につきましては、これは日本海溝津波とは別に、以前から気温の最大の津波対策ということで設置をする工事を実施をしてきておるところです。で、今回ですね、日本海溝津波の箱を解析で出すにあたって、3.11 津波についても同じ解析条件、新しい解析条件で計算をしたところ、まあ、以前より高くなる可能性が分かったということでございます。で、日本海溝津波は日本海溝津波のために防潮堤を設置をするんですけれども、仮に日本海溝津波の防潮堤を設置した後に 3.11 波の津波が来た時にもですね、防潮堤、それから開口部の閉止工事、これによって、大流水の増加を抑えることができるという評価をしております。これはその、まあ、要するに今日の発表以前から計画されてたということかと思うんですけど、実際その 3.11 津波の場合にはそうは言いながらも一定その越流をして、まあ、水密化とかすることによって影響が少ないという書き方をしているわけですけど、とは言いながら越流もするということですと、もう少し何か対策の強化が必要だとか、そういうことにはならないんでしょうか。日本海溝津波の対策の防潮堤が完成すればですね、津波は堤を越流しない見込みであるという評価をしております。ごめんなさい、それが日本海溝津波の、防潮堤が完成すると堤は越流せずに建屋内には水が入らないと、そういうことってことですね。はい、そういうことでございます。ですので、建屋内から外に出ていくというリスクも、低くなるということになります。なるほど。ちょっとその、なんていうんですかね、ちょっと資料がこうよく分かりにくいっていうかところがあるんですけど、その水が堰をプラスすることで、水が入らなくて済むっていうのが、この23ページのこの点線を見ればいいってことですか。はい、おっしゃる通りでございまして、青い実線で、書いているこの、津波の高さ、これが千島海溝津波の防潮堤完成後に 3.11 津波が来た時、このような箱で
建物に迫ってくるということになります。で、点線で書いてありますのが日本海溝津波防潮堤完成後の破壊になります。建物に当たった時の破壊になります。ですので、まあ、海溝部の兵士の最低の対策高さ、これを十分下回るとこういう評価をしておるということです。これは席があるからそういうことが対応できるっていう、そういうふうにブロックできるってことになるってこと。はい、仮にですね、ここに赤線で海溝部兵士の最低の対策高というふうに書いてあります。ここの席をですね、がないというふうにした場合にはですね、日本海溝津波の防潮堤が完成した後でも、まあ、最大で 9.5 メートル、10メートル弱ですかね、くらいの津波が建屋の方にやってくるとこういうことになります。分かりました。あとすみません、放射性、あ、すみません、固体廃棄物の件でも今日説明があったんですけど、これ金属片とかっていうのはこれ結局あれですか、その将来リサイクルをする可能性があるっていうふうに東京電力としてはいわゆるその 1F の郊外に持ち出してリサイクルする可能性があるっていうふうに考えているっていう、そういうことでよろしいんでしょうか。金属、金属の金属の瓦礫につきましては、除染が、まあ、うまくできるかどうかとこういうことについて、今試験検討を進めているという状況ですので、その結果によって、その後どうするかとこういうことは検討していくことになります。はい、除染が要するに できるというか、それなりの結果が出た場合には 1F 郊外でのリサイクルも考えて行うというそういうことになるんですか。つまり除染がどの程度できるかによって、検討をしていくということで、今特に方向性まで、何か考えているとこういうことではありません。あとあ、分かりました。すみません、今日はあれでしたっけ、 J ビレッジの件は何か発表あるんでしょうか。ございません。はい、このもしこの今 の, そのリサイクルということになりますと、当然その外に出すっていうことになった場合にはどういう形でリサイクルを行わされたかっていうのは当然情報公開はきちんとされるっていうふうに理解してよろしいわけですか。金属瓦礫につきましては先ほどから申し上げている通り、はいはい、除染ができるかどうかということをまだ試験確認をしていると検討しているという状況ですので、その後につきましてはまだこれからのお話ということになります。まあ、その状況を踏まえて対応については検討させていただくことになろうかというふうに思いますが、すみません、今 の状況では特に決まった、何かお答えできることというのは申し訳ございませんが、ないという状況です。わかりました、ありがとうございます。ファクターの宮島です。菅総裁誕生しました。まあ、率直に言って菅さんでなくてよかったなと思ってんじゃないかと思うんですけどね。まあ、これは冗談ですが、菅さんはですね、官房長官でしたから基本的に常代家老で、私の記憶ではあまり 1F に視察とかあんまり行ってないと思うんですが、
これまで官房長官時代ですね、HF との関係ではどれぐらい何回か行ってたでしょうか。それが伺いたいのと、結局やはりいろいろおっしゃってるけど、 HF との縁は非常に私薄かったと思うんですが、その受け止めを伺いたいです。近い将来多分総理になられたら必ず HF に行くと思いますんで、その菅さんとその HF の視察とかそういうことについて、教えてください。はい、ちょっと実績についてはちょっと間違いがあるといけないので確認させてください。すいません。じゃあ天澤さんどうぞ。読売新聞の天澤です。本日 の監視評価検討会の中に出てきた日本海溝の津波の防潮堤の関係で確認なんですが、関連してまず今千島海溝津波 の防潮堤の工事が9月末今月終了見込みで進んでいるかと思うんですが、こちらは、現状今月中に終わりそうな状況で進んでいるんでしょうか。千島海溝津波の防潮堤につきましては、ご指摘の通り、今月中に完成するという予定で、進んでおります。あともう一点、今回新しい防潮堤についての構造などの説明があったんですが、4号機の南側南東側にアウターライズ津波に備えて仮設の防潮堤がこれまであって、そこにも日本海溝津波に備えて防潮堤を設置するということですが、これまでのこの仮設の防潮堤についてはもう、今後新しいのができると取り除いてしまうとか、もしくはそれを上からかぶせるような形で増設するような形でこれ防潮堤を作る予定なんでしょうか。4号機の南側につきましては、アウターライズの防潮堤を設置をしております。で、今回解析をした結果、アウターライズの防潮堤を上回る波高が、になるという結果が出ておりますので、こちらについても防潮堤を設置して対策をしていくということになりますが、具体的にアウターライズの防潮堤をどうするかということにつきましては、今後また詳細を検討して決めていくことになろうかというふうに思います。これちなみに、千島海溝の方についてはその隣に日本海溝 この防潮堤を設置するようなモデル図が出ているんですけども、このアウターライズの方4号機の南側の方についてはまだその今ある防潮堤との位置関係とか具体的なところは固まってないということでしょうか。はい、まだ具体的にですね、どうするというところまで、お話しできるような状況ではございません。で、この千島海溝津波と新しく設置します日本海溝津波防潮堤、こちらの関係につきましては今回資料の中でご説明をさせていただいておりますけれども、資料にありますようなイメージで新しい日本海溝津波の防潮堤を設置していくということで検討を進めておるところでございます。わかりました。はい、他ご質問のある方いかがでしょうか。はい、じゃあおしどりさんどうぞ。LCM プレスのおしどりです。まず監視評価の件から伺いたいんですけど、資料を配布していただきありがとうございます。で、これ御社の配布資料だけで規制庁の資料は特に配布していないということですよね。確認ですか。はい、はい。で、東洋経済の岡田さんからも指摘がありましたけれど、福
福島第一廃炉推進カンパニーの組織改編後の状況についてということを資料配布してご説明されました。でその直後、規制庁の HF 現地規制事務所の小林社長が2つの資料を配布し、東電は組織改編に関する問題は重大な問題が起こっていないという話だったが、そうではないと、問題が起こらないはずの組織改編だったはずというかなり強い論調でのご意見をおっしゃり、そして御社の松本さんは重大な課題は生じていないと言ったが、小林社長の話も含めて改めて分析すると、この資料の撤回とも取れるご発言をされました。あ、ちなみに小林所長だけでなく高坂委員などたくさんの委員からも指摘を相次ぎにもかかわらず、そのことに言及をせず、説明をせず、注釈をせず、この資料を会見で配布されたというのはどういう状況なんでしょうか。申し訳ございません。ご質問の意図が、分かりかねました、はい、もう一回お願いします、はい、この資料自体組織改編からおよそ半年が経過するが、組織改編を起因とする重大な課題は生じていないという文言がついています。しかし小林所長は資料を2つ作り、規制庁は資料を2つ作り、丁寧に説明をし、放射線防護グループに2020年4月に組織改編があり、チームが同じになったところがコミュニケーションが取れておらず、協力企業の手続きがうまくいっていないと、作業管理ができていないなど、組織改編後にそれを起因とした問題も生じているということをご説明されました。で御社松本さんが、小林社長の話も含め重大な課題生じていないと言ったが、改めて分析するとそのようにまとめて、この件は一旦次の議題に進みました。ですのでこの資料自体を改めて分析し直すという、撤回するというような説明を御社の松本さんや小野さんがされたにもかかわらず、その注釈なしで規制庁の資料抜きで会見で配布されたというのは、これがこの資料、今日の資料が正しい正としてお配りになったんですかというのが趣旨です。本日監視評価検討会で、当社の資料として、ご提出をした資料、こちらを会見で、本日の会見で、配布をさせていただいたということでございます、はい、この資料自体を正しいものとして、今日監視評価でお配りになりましたけど、資料を配布した後に監視評価の委員や規制庁からの指摘が相次ぎ、この資料自体が正しくないという指摘が相次いだんですが、そのことに関しての言及なしにお配りになるということ自体は正しいとお考えでしょうか。繰り返しになりますけれども、本日監視評価検討会で、当社の資料として、配布させていただいた、提出させていただいた資料、これを本日の会見で配布をさせていただいたということでございます、はい、それ以上でもそれ以下でもございません。この資料自体の撤回とも取れる、間違っている事実誤認だと取れる指摘が相次いだということ自体は、八木さんは把握をしておられますか。八木さんの把握です。監視評価検討会、全てではございませんけれども、傍聴はしておりました。この資料自体の小林所長の、東電は組織改編に、これ書き起こしなんで、YouTube も動画上がってますけど、東電は組織改編に関する問題は重大な問題が起こっていないという話だったが、そうではない、問題が起こらないはずの組織改編だったはずだが、組織改編後にコミュニケーションが取れず、協力企業の手続きがうまくいっていないというご発言自体は耳にされましたか。小林所長がご発言されているということについては認識をしております。この発言の内容、言葉を耳にしたけど内容は入っていないということですか。小林所長がご発言されているということは聞いております。ただし、全て一言一句全部恐縮しているということではございません。一言一句覚えているかどうかではなく、内容を把握しているかということを聞いています。一言一句など一言も言っておりません。
内容を把握しているという意味がどういうところまでの程度をお話しされているのか分かりませんけれども、小林所長がご発言をご指摘をされているとこういうことについては聞いております。指摘をされたことを聞いているかというより、小林ちょっとこの話を小林所長がお知りになったら、まあ、悲しむか怒るかだと思うんですけど、小林所長のご指摘の内容は東京電力の広報担当者として把握しておられますか。一言一句ではなく内容の趣旨を把握しておられますか。広報の担当として、申し上げますと、監視評価検討会での議論の内容の把握につきましては、本日ではなく後日確認をするというルーチンになっております。なので今日の時点では把握していないということですね、広報担当として。はい、その通りです。わかりました。では改めて把握されてから伺います。何日ぐらいに把握されますか。議事録等を作られた後ということになりますので、具体的にいつかというところまでは申し上げられません。規制庁で議事録ができるのは数週間後になるんですけど、 YouTube で動画が上がっているにもかかわらず東京電力広報として規制庁の議事録ができるまで把握しないということですか。ただいま申し上げました議事録は社内の議事録でございます。なるほど、社内の議事録ができるまで把握はしないということですね。で、その目処は立っていないということですね。はい、わかりました。では今日お配りになった資料に関して議事録が把握できるまで東京電力広報として答えられないということですか。できる範囲ではお答えをいたします。はい、では今日配布資料の中で、組織改編からおよそ半年が経過するか、組織改編を起因とする重大な課題は生じていないという資料の文言に関して監視評価検討会で高坂委員や現地規制事務所小林所長から疑義が出されましたが、この資料の文言に関しては正しいと思いでしょうか。監視評価検討会でのご意見に対して、どのように、ご回答するか、または対応していくかということにつきましては、今後検討をしていくということになろうかと思います。今日監視評価検討会に出席されていた東京電力松本さんや、小野さん、のコメント、重大な課題は生じていないと言ったが小林所長の話を含め改めて分析するということは最終判断ではないということですか。小野松本が申し上げていた通り、分析をされるものというふうに思います。その2件に関しては整合性取れているということですか。組織改編、重大な課題は生じていないけれども分析をする、これ整合性取れてるということですか。資料の5ページにアンケートの結果として重大な阻害要因や課題は生じていないというふうに書かれております。まあ、その点につきまして委員の皆さんからご指摘をいただいたということです。で、それに対して小林から改めて分析をするというふうにご回答をしておりますので、改めて分析をしていくことになろうかと思います。わかりました。では別件ですが、この小林所長や高坂委員からの指摘の中で、規制庁が作った資料の中の8月20日の事象2号機 SFP の、一時経ポンプが停止した部分、これは高坂委員も何度もおっしゃってましたけど原発の運転に関してはプロフェッショナルなはずの東京電力が運転員が作業を軽視して手順書を見ていなかったと。で、御社の社員の方のルール無視、運転員の方のルール無視ですが、このようなルール無視や
振る舞いに関して、それに起因する不適合に関して、御社は振る舞い教育というのを実施して、まあ、ルール無視しないように努めるとおっしゃってましたけど、それ協力企業の方々へ向けだったので、あの東京電力御社の社員に関しても振る舞い教育などはされるんですか？確認いたしますけれども、振る舞い教育に関しましては、協力企業さんにも実施していただいてますけれども、社員にも実施をしていたかというふうに思います。わかりました。あのご確認の上ご回答ください。で、まあ、いろいろ過去の不適合、事故前のも含め一応公表されているものを過去の見てみたんですけど、運転員の方が手順書を見ずに作業をして冷却ポンプを止めるというような不適合というのはなかったんですけれども、これの再発防止などの調査報告、規制庁から求められていると思いますか？それはいつ頃になるんですか？確認をいたします。わかりました。で、これ、同じところの案件で、高坂委員からの指摘で、職能の強化という部分で JAA や NDF など放射線防護の面でも合同検討会で、まあ、今後御社が知識を深めていくというようなことを出されていましたけど、昨年の3号機の燃取りの燃料取扱機の調達での相次ぐ不適合で、調達に関しても合同検討会を開く予定だったがどうなったかという高坂さんからの質問に関して、御社松本さんがメーカーの OB を改めて雇い入れていると、合同検討会ではなく OB を雇っているというご回答をされていました。これ具体的にどこのメーカーの OB を何人ぐらい雇っておられるんですか？3号の燃取り、東芝でしたけど、東芝の OB ってことですか？確認をいたします。今手元に具体的な資料はございません。また具体的にどちらのメーカーさんなのかというところまでお答えできるかどうかというところについても確認をさせていただきます。わかりました。これ御社が監視評価検討会などで調達に関する不適合が相次いだときに、その再発防止として出されていたことですので、対策としてどのようなものを取ったのかということはお示しください。対策取ったけどそれを言えませんということではなく予防です。はい、対策の内容が申し上げられないということはないと思います。どちらのメーカーさんから来ていただいているのかというところ、どちらのメーカーさんというところは申し上げられない可能性があるということだけです。あとでは、コロナウイルスに関する質問をしたいんですけれども、現時点での関係企業も含めた陽性判明した方々の人数、状況を教えてください。本日9月14日の17時時点での状況です。東電グループ全体では、先週の木曜日と比べまして3名陽性者増えております。で、東電ホールディングス基幹事業会社での感染数がプラス2、それから関係会社での感染数がプラス1ということで、合計でプラス3名の陽性者増加となっています。で、ホールディングス基幹事業会社での感染者数の2ですけれども、エナジーパートナーの関係職員で2名増加をしております。それから関係会社では関電工で1名増となっております。ありがとうございます。合計68人ですね。合計68人です。はい。で、このエナジーパートナーの2名の方ですが、これは千葉のカスタマーセンター関係のクラスターの方ですか？
2名はですね、千葉カスタマーセンターでの陽性者になります。千葉カスタマーセンターでのクラスターの感染者数はではトータル8名ということでしょうか。トータル8名ということになります。わかりました。では新しく判明されたお二人の方の最終出社日と、発症日、診療日、検査日を教えてください。あと年代、性別もお願いします。まず、50代の女性の方で、最終出社日が9月2日になります。で、9月2日に、PCR 検査を受験しています。で、9月12日に、陽性と判明しています。お二人目が20代の女性です。こちらは最終出社日が9月3日になります。すいません、 PCR 検査の受験日が今手元でわからないので確認します。陽性になったのが9月12日になります。50代の最初の50代の女性の方、2日に PCR を受けて12日に陽性が分かったんですか。10日かかってるんでしょうか。最終出社日が9月2日です。はい、PCR 検査の受験が9月11日です。わかりました。で、陽性判明が12日です。わかりました。で、発症日はいつでしょうか。濃厚接触での検査なのか、発症されての検査なのか。11日にですね、11日に、嗅覚、喉の違和感があって、保健所に相談して受験をしています。濃厚接触者という意味ではこの人は受けて、50代女性の方は受けてないということです。濃厚接触ではないけれども最終出社が2日ということですね。はい、濃厚接触ではないのですけれども最終出社は2日ということです。今までの千葉カスタマーセンターのクラスターで陽性が判明された方々の濃厚接触者の方々の検査結果というのはどういう形なんでしょうか。みんな陰性ですか。陽性の方も出ておられるんですか。まずですね、最初に、濃厚接触というふうに、認定された5名のうち、2名が陽性になっています。で、3名が、陰性です。ありがとうございます。で、それぞれ陽性と判明された方々それぞれ濃厚接触者が発生していると思うんですけれども、その状況はいかがでしょうか。先ほど申し上げたのは、一番最初に、陽性とごめんなさい違いますね、申し訳ないです。まず3日に陽性になった1人目の方が濃厚接触者5名で陽性2名、陰性3名ということです。で、2人目の陽性者発生の際ですけど濃厚接触者が4名おりまして、陽性が2名になります。1名が、
すみません、これ情報が古いかもしれないんですけれども、検査の結果待ちという状況です。でそれから3人目の陽性の人の濃厚接触者が5名おりまして、こちらは検査受験、こちらもすみません情報が古いかもしれませんけれども、 PCR 検査の受験連絡待ちという状況です。で4名から6名、3人が陽性となった際ですけれども、1名が濃厚接触者というふうに認定されてまして、こちらもこちらはですね、検査受験済みで、検査待ちということでございます。わかりました、ありがとうございます。濃厚接触者のうちの陽性率が、まあ、50% 程度ということで結構高いんですけれども、濃厚接触、その場合濃厚接触を広めにとって抑え込むというような判断はされないんでしょうか、御社の産業医の方で。こちら の、 千葉カスタマーセンターは最初に、陽性者が出た後、9月4日からですね、フロアをすべて閉鎖をしています。ですので、EP エナジーパートナーの職員含め、こちらに出勤をしてくるということで、まあ、感染が広がるということはないという状況です。ですので、まあ、この感染につきましては、最初の9月3日に陽性の人が出てますけれども、それ以前に感染していたということになります。その千葉カスタマーセンターでの感染をそこで広げるというより、その社会に対して広げないという意味での出勤してこないからフロア閉鎖したからいいという意味ではなく、濃厚接触5名のうち2名とか、4名のうち2名とか、濃厚接触からの検査での陽性判明率が高いですので、カスタマーセンターで濃厚接触の網からは漏れているけれども陽性になった方々が多いかもしれないという観点に立って、社会に対して感染拡大防止の意味で御社の産業医などが検査拡大の判断をしないかどうかということを聞いております。当社の産業医から判断というのはおそらくないと思います。保健所さんからのご指示に従って対応しているというふうに思いますが、具体的に今お話のあった社外に広めないようにということで、自宅待機等以外に何かあるのかということについては確認をさせていただきます。わかりました、すいません、たびたび確認してしまいますが、御社の産業医の方が新型コロナウイルスの地域への感染拡大防止に関して行動を取られるのは新潟の柏崎刈羽だけですね。はい、産業医として、PCR 検査とこの新型コロナに、関わっているのは、柏崎刈羽原子力発電所の産業医のみということでございます。はい、東京には関わらないと。わかりました。で、では福島第一の新型コロナウイルスの唾液検査の持ち込み件数がどれくらいになったか教えてください。申し訳ございません、資料が手元にないのでこちらも確認させていただきます。わかりました。であとすいません、これちょっと要望なんですけど、ホームページを確認していただいたらわかりますが、現在の、本日の18時を過ぎた時点でも先週の金曜日の不適合がまだ公表されておりません。全営業日のものを16時までに公表されるので、まあ、大概会見の時に間に合ってたんですけど今日はないんですね。まあ、監視評価でお忙しかったのかもしれませんけど、で先々週不適合のこの公表に関して間違ったリンクが貼り付けられていたので御社に電話をし、その間違ったリンクを不適合のリンクを削除していただきました。現在不適合が相次いでいるという状況で
規制庁などから指摘されている中、不適合の公表のホームページですら、まあ、不適合が続いているということですので、情報発信の方は正確に迅速にしていただければと思います。で、まあ、本日時点でもまだ、はい、あ、どうぞ。はい、本日の不適合が、まだ掲載されてないとこういうご指摘です。まあ、本日区間小学検討会がございましたけれども、安心小学検討会があったということで適合の掲載が遅れているということはないとこういうふうに思います。いずれにしましても、早く掲載できるように、社内ではよく伝えていきたいとこういうふうに思います。わかりました、よろしくお願いします。他ご質問のある方いらっしゃいますか。はい、じゃあ木野さんどうぞ。あ、フリーランスの木野です。ですね、あの千島海溝津波の対策工事なんですけど、もうじき終わるというお話なんですが、これごめんなさい、開始したのがいつでしたっけ。2年ほど前だったというふうに記憶してますけれども、正確には確認をいたします。わかりました。あと今それからこれからやる日本海溝津波なんですが、一応完成までのめどというのはいつ頃というのは、あの資料に出てたあれでしたっけ、あの2年ぐらいでしたっけ。またはい、資料の8ページにですね、スケジュールが略で書いてあります。2023年度の第4四半期頃に、完成を予定しております。まあ、詳細はまた詰めていくことになろうかと思いますけれども、この2023年度の第4四半期あたり、これまでに完成を目指して検討工事を進めていくことになるというふうに思います。分かりました。ちょっと見解というか考え方をお伺いできればと思うんですが、千島海溝それから日本海溝で11メーターとか、まあ、十数メーターですね。でこの対策工事が多分その計画から完成まで 2,3 年で完了してるんですけれども、一方で震災の前の津波対策の工事に関して当初からかなり時間がかかるのでできないというお話を御社ずっとそういうご説明をされてるんですが、なんていうんですかね、その完成までの その工期に関して当時それからまあ今も日本海溝津波でしたっけ、震災の前の津波予測はあれに対して工期が非常に長いという見解を当時から持っていた、その理由をお伺いできないかなと思ったんですが、一方で実際に始めてみれば、まあ、ちょっとこれは高さが少し違いますけれども、 2,3 年でできるわけですよね。なぜこういう状況になっているのか、その違いがわからないかと思うんですが、その辺はどういうふうにお考えですか。正確には、お答えを申し上げられないのですが、津波の高さをどの程度に想定するか、高さによりけりかというふうに思います。例えば千島海溝津波ですと、本日は資料にあまり、大きく書いてありませんけど、7ページに L 型の、擁壁、これを並べた形で、津波対策工事という形を取っております。小さければですね、こういった形でも工事ができるということになります。で、日本海溝津波の方は、まあ、さらに、高い津波が来るということで、そうなりますと波力も大きくなるということで、
防波堤、防潮堤自体がかなり大きな型のものになっていくということになります。さらにこれよりも大きい津波に対応するとなると、またさらに防潮堤自体も大きくなるということで、まあ工期がそれに従って伸びていくというふうに、いうことだというふうに思っております。まあ、そうは言っても震災前は、まあ、5メーターちょっと程度のものまでしか、まあ、対応してなかったわけで、例えばその10メーターぐらいの津波対策であれば、要するに2年ぐらいでできたということですよね、認識としては。そういうふうに理解していいですかね。はい、千島海溝津波の防潮堤対策はこれ11メートルと、いうことになりますので、今木野さんおっしゃられた10メートル程度であればですね、このような対策でも、できたということですので、まあ、工期についても、同様の時間かどうかというのは、障害物をどう撤去するかということはありますけれども、防潮堤工事自体ということであれば、同じくらいの工期でできたものと思います。すみません、先ほど千島海溝津波の工事の期間、ご質問ありました。着工がですね2019年9月になります。申し訳ございません、1年前、ということでございました。分かりました、ありがとうございます。あとちょっと汚染水のアルプス汚染水というか、まあ、アルプスの処理水関係なんですけど、これ当初は一応、まあ、2022年で満杯なので、今年の夏ぐらいにはという、今後の方針が出ないかなというお話だったと思うんですが、現状でまだ見通しが立ってないんですけれども、東京電力としてはいつ頃までであれば決定が伸びても大丈夫というか、逆にいつまでに工事を次 の, その、まあ、海にもし出すんだとすれば、そうした対応の工事を始める必要があるというふうにお考えですかね、現状では。はい、我々が今政府からの基本的な方針というものを示していただけるものということで、それをマッチしているという状況です。ですのでいつまでということは特にございません。で、タンクにつきましては、まあ、一定の前提条件を置いてますけど、2022年の夏頃には、満杯になるというシミュレーションをしております。で、タンクにつきましては敷地も限度があるということで、申し上げておりますけれども、一機も作れないということではございませんので、具体的にどこまでだったら大丈夫かということについても、具体的に申し上げられるような状況ではございません。今までも何度かお伺いして回答がいただけなかったんですけど、ちょっと改めてもう一回お伺いしますけど、改めてお伺いしますけど、そのタンクが一機も作れないということではないというのであれば、何機ぐらい作れるのかで、それによって、例えばその今政府が進めている住民説明会の、期限等も影響するのではないかと思うんですが、その辺は御社の方は明らかにする考えはないでしょうかね。何機ぐらいタンクを作れるのか明確にする考えはないですか。敷地についてはですね、可能な限り有効利用しようということで、今後の廃炉作業に必要な施設というものについて、検討を進めているという状況です。ですので具体的に何機ということをまだ申し上げられるような状況にはないというふうに思います。具体的に何機を言えないと、そのタンクが2022年夏に満杯になるという話がちょっと違ってくると思うんですけれども、その2022年夏に満杯になるという話だけを具体的にして、その先タンクが何機できるのかわからないというのはちょっとその説明に無理があるんではないかと思うんですが、これなぜ言えないんでしょう。敷地計画にしても現状ある程度形出てますよね。なぜ言えないのかちょっとわからないんですが、もう一度ご説明いただけますかね。ま
敷地につきましては有効可能な限り有効に利用できるようにということで、今後廃炉作業に伴って必要となる施設というものを検討して計画を立てているという状況です。まだ検討中ということで具体的にはお話しできないということでございます。これいつ頃検討終わりますか？今後の廃炉の作業、例えばその来年の来年中には2号機からのデブリの取り出しというものを開始します。でデブリの取り出しについてもですね、必要な施設というものの検討を進めているところですけれども、こちらすぐに固まるかと言いますとなかなか難しいという状況もあります。ですので申し訳ございませんが、今の段階でいつに固まるのかというところまでは申し上げることができません。これも以前からちょっと何度も質問が出ていて、お答えがなかなかいただけてないんですけれども、その、まあ、政府の方針を待つというのは当然まあそれはそうだと思うんですけれども、最終的に結論が出るのを待ってから動くというふうに御社の考え、今までのご説明を聞いていると、そういう姿勢なのかなというふうに見えるんですが、政府の方針に限らず、必要なことはやるべきなのかなという気も一方ではするんですね。で、これがなぜできないのか、それちょっと教えていただけますかね。例えば アルプス周囲の報告書で示されておりました水蒸気によるトリチウムの放出、それから海洋放出ということにつきましては検討素案という形で、まだイメージに近いかもしれませんけど お提示をさせていただいております。それから風評被害につきましては、これまでも取り組んで、まいったところですけれども、さらに強化をして、また新しい対策の必要性についても、検討を進めているという状況でございます。海洋放出、例えば仮に海洋放出する場合に、いろいろ配管の工事必要だと思うんですが、実際にこれは先行して、対応していくとかいう考えはないということなんでしょうかね。配管を、例えば敷設をするとしてですね、でどのような大きさの配管にするかといったようなことは、海洋放出をするとした場合にどういう条件で海洋放出をするのかということは決まらないと決定できないということになります。ですので方針を示していただいた後に、こちらは検討していくことになろうかと思います。分かりました。そうするとちょっともう一度再度確認なんですけれども、タンクに関しては、先ほどその来年2号機からのデブリの取り出しの話が出ましたけれども、要するに来年再来年の作業が実際に進んでみないと、いくつタンクが作れるのかは分からないというふう、そういう理解でいいですか？はい、デブリは取り出しというのは、一つの例として申し上げましたけれども、ご指摘の通り、今後廃炉作業で必要になってくる設備というものが、ある程度こう見えてこないとですね、なかなか具体的な数字を示しするというところには至らないということでございます。分かりました。あとちょっと別件なんですけど、今記者会見、定例の記者レクなんですけど、福島会場の方は、毎日2回の記者レクを続けているということでよかったんでしたっけ？福島建設者クラブにつきましては、朝それから夕方1日2回の、
記者役をさせていただいております。場所は今でも県政記者クラブの中ということですかね。場所はですね、中長期木曜会見で使っている会場、こちらを使っているというところになります。現在は。ありがとうございます。木曜の時の会場に東電の方が出向いて説明しているということですかね。はい、県政記者の近くの控え室のところがですね、なかなかちょっと狭隘なところがあって、そういう運用にさせていただいているというところです。ありがとうございます。1ヶ月ぐらい前にですね、8月に、こちら の東京会場の記者会見に関しても対面に戻せないのかというお話、記者の方から質問があったのに対して、会見者が1人しかいないので、万全を期すためにできないというお話があったんですが、福島では対面をやっているのであれば、東京会場も今こんな形でやってないでですね、こちらに来ていただいてご説明をしていただくというのはできないものなのでしょうか。非常にこれちょっと今の形がやりにくくてあれなんで、それができないのであれば理由を教えてください。はい、ちょっとずつなんですが、この今テレビ会議システムみたいなものが使えるようになったりというところで、だいぶ改善をさせていただいているという認識でございます。ご意見として受けたまわります。テレビ会議のシステムは云々というのは、おっしゃることは分かるんですけれども、対面とは全く状況が違いますので、これはぜひお願いします。それから、福島ではできているのに対して東京でなぜできないのか、ちょっと理由を教えてください。はい、木野さん、お分かりの通り、福島の状況と東京の状況は全く違うというところでございます。記者の皆様、あと我々もお互いに移さないというところ、そこを大事にさせてください。それは分かるんですけれども、状況が違うといってもですね、人数比にしたらそんなに大きな差あるわけではないですよね。それからそのために間隔を空けてやっていたりするのでできなくはないと思うんですが、何もその本社で確かにね、やるのは難しいと思うんですけれども、こちらに来ていただくのはできないかと思うんですが、いかがでしょうか。もう一つは、ごめんなさい、追加でもう一点、先月の質問の際にですね、会見者が一人しかいないから万全を期すためというご説明があったので、これは確かに話がおかしくてですね、万全を期すのであれば、会見の方を複数にして、やればいいだけな話で、先月のそのご説明の通りであれば、別にこちらに来てやっていただくのも差し支えはないと思うんですが、いかがでしょうか。はい、リソースの件もご意見ありがとうございました。御社のご対応を見てるとですね、震災の前に事故は起こらないと言ってたのと同じで、要するに予備の対応、会見者を置かずに万全、一人しかいないからその人を守るというのはちょっと話がおかしいので、その辺はぜひ対応お願いします。それから会見も対面に戻していただくよう要望します。以上、要望です。他いかがでしょうか。まだ質問されてない方いらっしゃいますけれども、よろしいですか。はい、じゃあ岡田さん。東洋経済の岡田です。たびたびすみません、先ほど の東京電力エナジーパートナー の千葉カスタマーセンター の新型コロナウイルス の陽性者の件で、ちょっとすみません、教えていただきたいんですが、8名今まで陽性が確認されているということで、先週の木曜日 の会見でご説明いただいた中で、その前の月に、送別会をやってそこに参加していた方で、かなり陽性者が出ている、ちょっと今、手元にある人数も含めてご説明いただいたんですが、
今回のその8名の中にはその送別会に参加した方って何名含まれるんでしょうか。すいません、確認をさせていただきます。はい、この8名というのは、エナジーパートナーさんの社員も含まれているんですか。前回のご説明では全員委託企業の社員の方だというお話だったんですけど、はい、8名はですね、関係の職員、の方だけになります。社員は含まれておりません。それから先ほどのご質問ですけれども、送別会の参加有無というところですけれども、今の時点ではですね、感染ルートは不明ということでございます。ですので参加、していたかどうかというところは確認いたしますけれども、感染ルートは不明ということでございます。ただ先週の記者会見の時に送別会の件をおっしゃってたということは、不明とは言いながらも感染ルートである可能性があるっていう、そういう、可能性もありということでお考えなのかなと思うんですけど、八木さんのお持ちの陽性者との接触がないということで、感染ルートは今のところよくわからないということです。陽性者との接触がないっていうのは どういう意味ですか。陽性者との濃厚接触という観点で濃厚接触がないということで、感染ルートがわからないということです。送別会の件というのは八木さんがお持ちの資料には書かれてないんでしょうか。ご質問は本日ご説明させていただいた2名のものということだと思います。このお二人が送別会に出ていたのかどうかといったことについては、今手元に資料はございません。ただ陽性となったものですので、これまで6名が陽性になっておりますけしたけれども、そのものとの濃厚接触はないということで、現時点では感染ルートが不明であるということでございます。そういうことなんですね。はい、その8名は、確かフロアが2つあるということですけど、どういう関係にあるんですか。何か分かりますか、そういう職場での勤務の状況。先週フロアが2つあるというようなことを申し上げましたけれども、千葉カスタマーセンターとしてのフロアは1つです。で同じビルの別のフロアにパワーグリッドが入っております。ただフロア自体はですね、隔離されています。共通の設備というところもございませんので、カスタマーセンターは他の人と接触するような場所はないということです。ですのでカスタマーセンターのフロア自体は一つということでございます。わかりました、ありがとうございます。あとすいません、ちょっともう手短にあれしますけど、ちょっと私もちょっとよくいまいち理解できないですけど、今日1F 検討会で松本さんが組織改編後の状況についてということで、これアンケート結果などをもとに、いわゆる全組織庁へのアンケート結果などをもとに、重大な阻害要因、課題生じていないっていう、いうことでしたが、やはりこれ4月、アンケートを実施した時期の前にも、やはりこれ内部被曝の件とかですね、いろいろ起きているわけですけど、その辺の問題っていうのは、なぜ今日の資料には何も書かれてないんでしょうか。資料に、どういう意図で掲載したか、今ご質問のなんで書いてないかということについては、すみません、今分かりかねますので、それは確認させていただきます。そうですね、分かりました。ちょっとかなり規制庁 の事務所長と、あるいは他のメンバーの方との
認識がだいぶ違ってたように思いますんで、ちょっとその辺、どう考えているのかもちょっと後日よろしくお願いいたします。以上です。はい、だいぶ、規制庁さんから委員の方から ご指摘いただいております。分析し直すというようなことも申し上げておりますので、またこちらはご報告させていただこうというふうに思います。よろしくお願いします。はい、他まだご質問されてない方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、じゃあ最後押田さん。すいません、たびたび失礼します。エリシウムプレスお一人です。コロナの陽性の方について伺いたいんですけど、送別会出席したかどうかは分からないということで、この8人の方はコールセンタートータル50人余りだと記憶してないですか。50人のうちの8人ということでいいですかね。確認です。千葉カスタマーセンターの従業員は当社の社員含めまして約70名になります。70名のうちの8人ですね。はい、約70名のうちの8人ということになります。そのフロアで、一緒に働いておられた方70名のうちの8人、はい、ということですね。わかりました。で、コロナウイルスに関連して、その他の検査に関しては保健所の判断に任せるということを先ほど八木さんおっしゃいましたけれども、他の地域の、他の地域、他の企業などの会見を見ておりますと、企業とか自治体とか学校法人の判断によって PCR 検査を濃厚接触者以外の関係者にも受験させると、そういう判断をしている企業や学校自治体などもあります。今のところその70名中8人ということで、かなり割合が高いわけですけれども、でそしてそんなにたくさんの人数がいるわけではないですけれども、他の方々に PCR は受験させないということでしょうか。企業の判断として、保健所ではなく。ですね、すいません、先ほどどうなっているかわからないと申し上げましたけれども、この千葉カスタマーセンターにつきましては、全従業員に、PCR の検査を実施するというふうに、聞いて、することになっております。ちょっと補足をさせていただきます。職場の状況から申し上げますと、職場であるとか共用スペースというところは消毒をしていて、今はフロアは閉鎖中というところです。で、先ほどの八木が申し上げた従業員についてというところですけれども、今の状況としては自宅待機を指示しているというところと、あと委託先についてはその当該事業所、千葉カスタマーですかね、の全従業員に PCR 検査を自主的に実施するということは聞いております。ん、事業所の判断として PCR をするということですか。御社の判断ではなく。そうですね、はい。でなお、70名って言ってましたけれども、現地におる EP の社員についてですけれども、こちらについては濃厚接触者に該当しないというところで、1週間非出社での業務を行った後に体調に異常ということがなければないということを確認しつつ、順次職場に戻すという予定でいるというふうに聞いております。つまりその70名のうち事業所の方々は PCR 検査をし、東京電力社員の方々は検査をしないということですね。はい。人数はどれくらいになりますか。70名のうち検査をしない東電社員の方は、社員がちょっと何人か、ちょっとすいません、今情報がないんですが、先ほど申し上げました従業員の方は約60名いるということは聞いております。
60名70名っていう数字だったんですけど、どちらが正でしょうか。すみません、正確には確認をいたしますけれども、カスタマーセンター の, あの従業員、先ほど約70名と申し上げました。でこの中にあの EP の社員が含まれているんですけど、 EP の社員は、このうち2名になります。EP2 名が検査をせず自宅待機で、残りの約68名、70名弱が検査をするという、事業所が検査をするという理解でよろしいでしょうか。はい、まずはそのように、ご認識いただければと思います。正確な人数については確認をさせていただきます。わかりました。すいません、ちょっとしつこくて疑問なんですけど、御社は産業医の方がおられ、なおかつ無症状者にも唾液の PCR 検査キットを入手し検査されているにもかかわらず、このような陽性率の高い大規模なクラスターが発生しているのに、御社の社員に関して検査をされないのはなぜですか。福島第一との比較をされているのかもしれないですけど、ここで今聞いているのは、先ほど申し上げました濃厚接触等に該当しないからというところで聞いております。あ、すいません、柏木さん、保健所の判断を聞いているのではなく御社の判断を聞いています。唾液 PCR 検査キットで無症状者の検査をしたり、柏崎刈羽原発などで産業医が動いたりするのは保健所の指示ではないですよね。大規模なクラスターが発生したときに急に保健所の指示を仰ぐというふうになったので、ちょっと驚いているわけです。今私は保健所の指示ということは言ってないですよね。濃厚接触者に該当しないのでということを申し上げました。はい、濃厚接触者に該当していなくても無症状者に唾液の PCR 検査キットで新規入所者に検査されておられますよね。そのような産業医や検査キットをお持ちでありながら、水際対策ということで、実施しているものでありまして、先日お伝えした通りです。はい、その大変素晴らしい水際対策を実施されているにもかかわらず、一旦御社の関係先で御社、直轄の千葉カスタマーセンターで大規模なクラスターが出たにもかかわらず検査をしないのは水際じゃないからですか。他の企業ではなく産業医も PCR 検査キットもお持ちでありながら、そんなに人数も多くもないトータルの人数のところでのクラスターが発生して陽性率高いにもかかわらず、たった2人の千葉カスタマーセンターで働いておられる東電社員の方に検査しないのはなぜでしょうか。事務所は、協力企業は検査をし、東京電力は検査をしない。しかし東京電力は産業医も検査キットも持っている。ちょっとそのご説明がよくわからないです。まず産業医と検査キットに関しましては、産業医は柏崎刈羽のお話をしてます。で産業医、発電所ですと発電所ごとにおります。それから本社にもおります。でカスタマーセンターまで産業医がいるかというと、おそらくそういうことではないということだと思います。で検査キットを使ってというのは、これは福島第一の、原子力発電所のお話ということです。で先ほど柏木が申し上げた全従業員の PCR 検査を実施するというのは、これは保健所からの指示ではなく、この事業所としての判断ということでございます。で当社の社員2名につきましては、これも事業所の判断で濃厚接触者でないということで検査から外しているということでございます。で先ほど人数申し上げました、東電の社員、エナジーパートの社員はやはり2名ということです。ですので協力企業の作業員に関係、
企業の従業員は約68名ということになります。わかりました、ありがとうございます。すみません、ちょっと話が変わるんですけど、水際対策をされるのは新規入所者のみで、東京と福島を行ったり来たり、東京と新潟を行ったり来たりされている方には唾液の PCR は今はもうされていないということでよろしいですね。新規入所だけで移動はしないという。はい、新規入所のもののみが唾液の PCR 検査の対象になっております。もしくは2週間の待機ですかね、経過観察、まあ、いずれかということになっています。首都圏と福島を行ったり来たりされている方々はどれくらいの人数と把握しておられますか。私自身御社の社員の方に東京におられると思って電話したら福島におられたりということが何度かありますので、この期間。どの程度の人数が多くしているかということは今資料がないのでお答えができません。で、まあ、打ち合わせ等であればですね、可能な限り、テレビ会議等でやるということになっておりますので、どの程度なのかということについては確認をさせていただきます。ありがとうございます。新規入所者の、まあ、申し込み件数聞いておりますか。新規入所者より移動の方々の方が多くて、そこが検査漏れしているのであれば水際対策の効果がありませんので、まあ、把握されているかどうかも含め教えてください。よろしくお願いします。要望です。はい、会場からの質問以上になります。はい、宮島さんお帰りになりましたね。先ほどの質問答えられなかったので今ちょっと回答させていただきます。菅さんについてはですね、震災以後の記録しかちょっと確認はできておりませんが、1F の入所というところの実績はございません。はい、それでは本日の会見終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。